1926年11月23日休み昨夜武田と斎藤とで酒と酒耕を買って行って飲んだ酔って饒舌になったが帰りすっかり頭が痛くてまいってしまった今日11時に起きる頭が治っているが体がだるくて力がなく 何をするのも気力がなく寂しいタキちゃんのことを「ポカンと思うタキちゃんから来た手紙を出してみたりするタキちゃんが家へ来てから俺は今までよりどれだけの本を読み勉強することができたか知れないと思うこれからこうタキちゃんと別れていたら身になるどんな仕事も事実できない気がするああ寂しい どううしているだろう20日に克見茂から借りてきたユリー・リベディンスキー作「一週間」をその晩一杯と次の朝までに読み上げてしまったいろいろな点で勉強になった話は小さい町の一週間の出来事で春の種を手に入れるために公園の立ち木を切るそういう決議をする。 役員であるクリーミンロイデイコ。またこういう労働政策に反対デモとの気持ちを持っているラファエル・アントノウィッチなどゴルティーチュコセコセとして右礼で上役の気持ちばかり考えるマッセンコ昔は高等の教育を受け友達が皆自衛軍に入り今昔の恋人を思い耐え難い寂しさにいるマルチーノフ。 そして彼は今は遠いところにいる恋人の家を家宅捜索に行くそのナジャという女反革命の女神様にこの革命に見落としていった人たちを祈り罪の許しを乞う女リサ革命を恐れていたがだんだん革命に好意を持ちあやふやながらも革命に入りかけている女 徹底的に革命的な女、思考。革命と体が一緒になっている理智的な女人民の暴動が来る「世良者」これは一番自分たちにぴったり来る性格であるはじめ革命に入ってあらゆる虐殺を当然のことと思ってやってきたのだがより良き道を行くためには虐殺は許さるべき当然のことである。 しかし彼が死刑囚を裸体にして銃殺して以来そのことに恐怖を感じてきた自分自身が銃殺されるんだという意識を持つようになったのだでこの彼の通らなければならない道はこういうことから超越した強い人間になるか死の道かであるこれを見てスタルマコフは あの男はインテリゲンチャですね」という共産主義はどうのこうのって饒舌も哲学もいらないただバツバツがあるだけだ暴動のためにマルチーノフは殺されるロイ・ベイコの最後リザの見舞い思考の死体をリザが発見するクリーシンとスタルマコフが同じ蔵の中で会うこの二人の最後 ンン・スタンペトロヴィッチ文学教授の革命に入っていった簡単な気持ち最後にゴルティーチュが死んだクリーミンの代わりになる一体に態度はそう極端な意識は持っていずこの1週間を通じての事件人物に対して穏やかにそのものを見つめて描いているどの人物も ははっきりした個性では描かれていない。なディザも思考もナジャも概念的にしか出ていないまた男たちもしかし革命というものがどうしても理屈からも饒絶からも行っていないということが言われている言葉を変えて言えばインテリゲンチャの立場が痛烈に批評されているその他、革命に言いながら 昔の生活を考えたりしているあたり一脈の雰囲気を与える描写の態度が多元的なために印象がピンとしない日本には生まれない小説である。